皆さん、こんにちは。この動画では、当研究所流の都道府県シルエットクイズを提供します。47都道府県のこのような地図を、パート1からパート3の3回に分けて提示します。この動画は、その初回に当たりますので、まずは、地図の表示上のルールについて説明しておきます。地図は、画面の上側が北になるように配置しています。島や水路で隔たった海岸の埋め立て地などは省略して、主要部分のみ描画しています。池や湖などの内水域は省略しています。画面上の縮尺は、北海道のみ小さめに設定し、他はすべて同じになっています。地図投影は、各地域の平面直角座標系によります。ただし、北海道については、12系を適用しています。なお、このパート1では、15地域のシルエットを出題します。各シルエットは7秒間表示し、その後に答えを発表します。それでは、クイズ、スタート。第1問。栃木県です。第2問。大阪府です。第3問。徳島県です。第4問。千葉県です。第5問。和歌山県です。第6問。新潟県です。第7問。三重県です。第8問。長崎県です。第9問。岩手県です。第10問。高知県です。第11問。福井県です。第12問。宮崎県です。第13問。山形県です。第14問。岡山県です。ラスト、第15問。岐阜県です。パート1は以上です。ぜひ、パート2もご利用ください。